1世帯あたりの車の保有台数や移動手段に占める車の利用率が全国トップクラスの福井県。行き過ぎた車の利用は環境だけでなく健康にもよくありません。今回は車に頼りすぎない社会を目指して自転車をさらに利用してもらおうと県が進めている活動をご紹介します。車に頼りすぎた生活を転換するため、県では車の利用を控え、公共交通機関や自転車を利用するカーセーブ運動を平成20年度にスタート。これまでに延べ44万8千人がこの運動に参加し、サンドーム福井の2杯分に相当する CO2 を削減することができました。福井県は全国一自動車の保有台数の多い県ですね。ですから結果として、近いところでもあるいは、歩いてもあるいは自転車でも良いようなところを、車を利用するというような問題があります。これは交通事故にもつながりますし、健康にもあまり良くないかもしれませんし、また環境の影響もありますね。そこでできるだけ近い距離、3キロ前後については自転車を利用しよう、またこれは通勤通学、また楽しみの自転車利用も必要ですね。そこでサイクリングロードの整備を今進めておりまして、できるだけいろんなルートがですねつながるように今進めています。それから企業やグループに要請をして自転車を積極的に利用する運動を広げていたりします。その他ですね、いろんな機会に自転車を利用する、またいろんなタイプの自転車をですね県民の皆さんに知っていただいて、楽しみながら自転車、そして、場合によってはバス、あるいは鉄道といったことでですね、総合的に公共交通機関、あるいは自転車の利用しやすい、福井県にしたいと思っております。近距離の移動は自転車を使ってもらおうと、今年度から新たに展開しているのが自転車で3キロ運動。この運動を広げていくため、自転車を積極的に利用する福井バイコロジストを募集しています。越前市にお住まいの三田村さんは、福井バイコロジスト宣言に参加。通勤やゴミ出し、買い物のほか、仕事で外出するときも 5km 以内は自転車を利用しています。以前健康診断で、ちょっと血圧高いねって先生から指摘されまして、なんか運動したらって言われたんですけども、特に自分ではあんまり運動っていうのも見当たらなくて、とりあえずじゃあ自転車で通勤しますってことで始めたんですけども、指摘されることも何もなくて、今どうか健康に過ごせてるんで非常に満足はしています。やはり毎日自転車に乗ってると良さが分かってきて、一人でも多く自転車愛好家が増えるといいなと思ってます。福井バイコロジスト宣言への参加は県のホームページで受け付けています。詳しくは県交通まちづくり課までどうぞ。近所でもついつい車で移動しがちな皆さん、環境と健康のため、これからはもっと自転車を利用してみてはいかがでしょうか。